どうもこんにちは、みーたんぐです。前回この帽子の部分だけ編んだので、今回はこのヘタの部分とこの丸ポチの部分を説明したいと思います。はい、では同じ糸の緑色を使用します。同じ6号針を使用します。まず指に2回ぐるぐると、帽子の時と同じ輪から始めます。そして輪の中にかぎ針を入れて1回引き抜いて、さらにもう一度引き抜きます。そして立ち上がりに鎖編みを1回です。チェーン1。そしてこの輪の中に細編みを7回編み入れます。7 single crochet。1、2、3、4、5、6、7。そうしたら一度かぎ針を置いて引き締めます。でかぎ針を戻して 1、2、3、4、5、6、7、 最初の細編みの頭に引き抜きます。スリップステッチ、はい、そうしたら今度立ち上がりに鎖編みを3回します。2段目は鎖編み3回です。チェーン3。そして、根元ではなくて次の目、ここに長編みを入れます。1 double crochet into the next stitch。そして次も長編みを一つずつ入れていきます。1 double crochet。Each stitch around. One, two, three, four.鎖編みを1と数えて1、2、3、4、5、6、7目できたら、ここが根元ですよね。で、引き抜いたところ、普段は編まないんですが、ここにももう一つ長編みを入れます。この立ち上がりのある根元ですね。そしてこの鎖編みの3目目に引き抜きます。1、2、3。でこの鎖編みも1目と数えるので全部で8目になっています。そして次は3段目、鎖編み3回で立ち上がります。チェーン3。そして次の目に長編みを1つ、 next stitch。1 double crochet。 さらに次も next stitch。 そしてさらに次も next stitch。 そしたら次の4目は減らし目をします。 decrease。
次の目ですね。ここじゃなくて次の目。Next stitch。で、このまま入れます。糸を引っ掛けないで次の目。Next stitch。で、この3本を引き抜きます。そして2本を引き抜く。次の次も、次と次もですね。Next stitch。Decrease。このまま次の目に入れます。で、左側3目を3本を引き抜きます。そしてこの2本も引き抜きます。そして鎖編み3目目で引き抜いてつなぎます。1、2、3、スリップスティッチ、to join。この糸ちょっと邪魔なので切っちゃいます。はい、続いて3段目、4段目ですね。1、2、3、鎖編み3目で立ち上がります。 Chain 3。 そして次の目に長編み。 Next stitch。 1 double crochet。 1 stitch around。 1 next stitch。次の目。2。1、2、3。1、2、3。4。最後、長編みを5回することになります。最初の鎖編み3も1目として数えるので全部で6目になっています。そして同じように引き抜きます。で、さらにもう1段いきます。 Chain 3。 鎖編み3目。で、次の目です。Next stitch。 そしたら次、ここも引き抜きます。こんな感じでできました。ここがちょっとボリューミーになっているのがこだわりポイントです。そしたら次はまず鎖編み3目で立ち上がります。Chain 3。そして同じ目に長編みを2回入れます。2 double crochet into the same stitch。 同じ根元ですね。ここです。1、同じ目。2。そして次の目がちょっと分かりにくいんですが、ここです。次の目には長編みを3回入れます。 3 double crochet into the next stitch。 ここです。1、2、もう1回、3。そして次の目にも3回です。
3 double crochet into the next stitch. So, 次もです。Next stitch, 3 double crochet.そして次もです。同じように長編みを3回入れます。次も。で今回もこれで本当は最後なんですが、この引き抜いたところにも3目無理やり入れます。3 double crochet はい。そしてやっとここで引き抜きます。1、2、3、はい、こんな感じです。はい、では次いきます。次は鎖編み1で立ち上がります。 chain 1、 そして、根元に細編みを入れます。 1 single crochet into the same stitch。そしたら鎖編みを7回します。Chain 7。1、2、3、4、5、6、7。はい、そうしたら、さっき細編み編んだところの次の目に細編みです。Single crochet。そしたらさらに次の目、next stitch。ここにも細編みを入れます。single crochet。こんな感じです。はい、そしたらまた鎖編みを7回します。chain 7、2、3、4、5、6、7。そして次の目。に細編みです。そして次の目にも細編みです。Next stitch。これを繰り返します。1、2、3、4、5、6、7。で、次。で、さらに次に細編み。はい。こんな感じで繰り返します。はい、そしたら最後です。次、ここに入れて、細編みをしたら、ここが引き抜いたところで立ち上がりの鎖編み位置で、この細編みの頭に引き抜きます。スリップステッチ。そしたら、次のこの輪の中、ここに引き抜き編みをします。かぎ針を入れて、スリップステッチ。はい、そしたらここから葉っぱを編んでいきます。まず、鎖編み1、チェーン1、こんな感じです。はい、そしたらこの輪の中に細編みを2回編み入れます。2 single crochet。1、2、
次は中長編みを編みます。 One half double crochet、 一回引っ掛けて持ってきて、この3本いっぺんに引き抜きます。はい、次は長編みを編みます。 One double crochet、そしたらここで鎖編みを1回します。 Chain 1、 そしてもう1回長編み、 One double crochet、 そしてもう一度鎖編み1回、 Chain 1、 そしたら次は長々編みを編みます。Triple crochet、 かぎ針に糸を1回、さらにもう1回引っ掛けます。そして糸を持って引いて左側の2目を引き抜きます。そしてさらに左側の2目、はい、そして最後の2目を引き抜きます。これが長々編みです。そしたら鎖編みを2回します。チェーン2。で、かぎ針から数えて2目目。Second stitch from the hook。ここに引き抜きます。Slip stitch。こんな感じ。そしたらもう一度長々編みを入れます。Triple crochet。そして鎖編み1回、チェーン1、そして長編み、1ダブルクロシェ、同じことを編んでいきます。もう一度鎖編み1回です。チェーン1、そして長編み、1ダブルクロシェ、そしてこのまま中長編みです。1ハーフダブルクロシェ、これをいっぺんに引き抜く。そして細編みを2回、2 single crochet。そうしたらここの細編み2回、ここに細編みが2個あるんですが、この2個目の細編みに引き抜きます。 slip stitch、そしてこの次の輪、この輪の中に引き抜きます。スリップステッチで、同じように鎖編み1回、チェーン1で同じことをしていきます。細編みを2回、2シングルクロシェ、12、で中長編み、1 half double crochet、はい、そして長編み、double crochet、そして鎖編み1回、chain 1、でもう一度長編み、1 double crochet、でもう一度鎖編み、chain 1、長々編みです。トリプルクロシェ。で、鎖編み2回、チェーン2。で、2個目に引き抜きます。で、長々編み、トリプルクロシェ。チェーン1、鎖編み1回で、長編み、ダブルクロシェ、鎖編み1回、チェーン1、そして長編み、ダブルクロシェ、
でこのまま中長編み half double crochet。細編みを2回、2シングルクロシェ。はい、これで2つ葉っぱができましたね。で、同じようにずっとこっちの葉っぱも編んでいきます。細編みが2個ある2個目の方に引き抜きます。そして次の輪の中に引き抜きます。そして鎖編み1回で立ち上がって細編みを2回。で同じように編んでいきます。ここまで編んでいきます。はい、こんな感じで全部7枚葉っぱができました。で最後細編みを2目したところです。そして次はここの引き抜いたところなんですけども、ここに引き抜きます。こんな感じになっているここに引き抜いて、でさらに、最初の細編みの頭で引き抜きます。こんな感じです。そうしたらこのままこの糸で縫い付けたいので長めに糸をカットします。はい、そしたらとじ針で縫い付けていきます。こんな感じ。そして帽子があって、こんな感じですね。真ん中と真ん中ピトッと合わせる感じで合わせます。だいたいこの2段目のちょっと内側あたりになると思います。こんな感じになっています。で、裏側からまず一旦針を出します。ぎゅっと。そうしたらここにこの部分に沿って縫い付けていきます。まずここにブスッと刺して。でこの時に赤色のここから出します。出してこの辺に出します。もうちょっといくかな。こんな感じ。そしてちょっと戻ってで、もう一回赤色その方まで刺します。で、この辺に出します。で、ちょこちょこ直しながら、そしたらまたちょっと戻って、もう特にこういう決まりがあるわけではないんですが、
縫い付けていきます。とにかく縫い付けていく。表に響かないように、こっち側にあんまりここ出ないように気をつけながら縫っていきます。裏側に出る部分には見えないので、なんてことないんですが、表の見栄えだけを気をつけて、あとはちょっと縫い込まないように、いらないところを縫い込まないように気をつけながら縫っていきます。裏はこんな感じになってますね。はい、ぐるっと最後までいったら糸処理をしておしまいです。じゃじゃーん、できました。トマトの場合はここで完成です。トマトも可愛いですよね。根とかつけたりしても可愛いかなと思います。はい、ではいちごちゃんなので最後にポチもつけましょう。このほくろみたいなやつ、色は何色でもいいと思います。これ薄いピンクですね。まずつける位置は適当なんですけども、私の場合は3個ずつ ずらして3個って感じでマーカーをつけて編んでいきました。で、まずは同じ段で、こんな感じで、好きなところにポチポチポチっとつけて、まずは取って根元、ここにかぎ針を入れます。糸を持ってきます。で、引き抜きます。そして鎖編みを3回します。で、同じところに長編みを途中まで編みます。 Same space で、糸はこっちに持ってきて引き抜きます。そしてここまででストップします。もう一回同じことをします。で、もう一回です。そしたらこれをいっぺんに引き抜いて、で、鎖編みを1回します。そして糸を切ります。こんな感じです。はい、ですね、こっち側にして、ここ2本糸が出てますね。こういう風に、まずはこの下から出てる糸をここから、ここ
ここです。ここから裏側に出しちゃいます。そしたらもう片方の糸はここ。内側から糸を引き抜きます、はい、そしてここで結びます。こんな感じ、きつすぎずゆるすぎずって感じで、ちょっとこっち側からてっぺんが見えるかなぐらいまで引っ張るといいと思います。で、もう一回結びます。ぎゅ。じゃん。はい、白ポチ。こんな感じです。そしたら、この糸を同じ長さにカットして、糸処理をします。2本同時に入れちゃって、でここに表に響かないようにここにシュッ、そしたらこんな感じで全部同じところに入れちゃうと引き抜けちゃうだけなんで、1本か2本ずらして。OK です。これでカットします。はい、じゃじゃーん、ポコッというのができました。で、他のところも好きなところにこれを好きなだけつけて完成になります。あります。これつけるとめちゃくちゃ可愛いので、まあ、大人の方もよかったらつけて、親子でつけてもいいんじゃないかな、いいかな、まあ、ということで、よかったらいろんな果物にも、多分ナスとかでも、うちの息子はこれ気に入って、はい、ということでいちごちゃんの帽子の編み方でした。皆さんもよかったら作ってみてください。それでは今日はここでおしまいです。じゃあね、バイバイ。